恒例の芸能一門の大喜利コーナー。大喜利コーナー。はい、では、鵜飼くんに司会進行バトンタッチします。はい、お願いします。今週も大喜利コーナー、先に来週のお題を発表したいと思います。どなたが発表してくれますか？はい。はい、じゃあ、徳さん。ですね、次回は10月5日の放送ということで、10月5日といえば、世界教師デーだそうでございます。これはですね、1966年のこの日に、ユネスコ国際教育科学文化機関が、教師の地位向上に関する勧告が調印されたということで、記念日として制定された国際デーの一つだそうです。先生の日ですね。ね。で、これにちなみまして、こんな学校の先生は嫌だっていうのを嫌な方が答えなっちゃうわけね。そうそうそう。まあそうね。反面教師というぐらいでね、嫌なのを出すだけだし、だからそうじゃない人はいい先生になれるということでね。はい。ここでね、ちょっとね、例えば、誰かこれを。わかりました。はい。これはちょっとやっぱりショックあるんですけどね、いろいろ経験ありましたけど、ここはテストに出すぞと言ったのに出さない先生。いやー、嫌だね。いやいや、何個出るかもよみたいに言っておきながら出さない先生はいかまな。こういうのがいましたよ。あーねー、なるほど。はい、じゃあそんな感じで、来週のお題はこんな先生は嫌だ。宛先はですね、ローマ字ヨルタワアットマーク gmail.com の方に、今週、1日の金曜日の夜10時までに送ってください。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで今週の大喜利です。今週は謎かけでしたね。サンマとかけてということで、大喜利でございました。早速いきます。西条のユーフォフキさん。はい、ありがとうございます。はい、サンマとかけて50を過ぎたおいさんの免許証と解きます。はい、その心は。油の乗り方が肝心です。油の乗り方が肝心です。油ね。あ、そっちの油ね、うん、ああ、なるほどね。なるほど、うん、はい、続きまして種川邸山根さんです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。YouTube で落語を拝見中です。多分特訓さんのところまで見ました。タルトさんのは今夜拝見いたしますと。ありがとうございます。そうですか。あ、じゃあ私のも聞いていただけたら、うん、そうですよね。まだ小林さんのものですね、はいはいはい。それはもう今夜の。ありがとうございます。はい、ではですね、山根さん、さんまとかけまして大ベテランの幹事さんと解きます。お、その心は？お開きにするのもうまいでしょう。なるほど。きれい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 なことですね。なるほどね。これは座布団、うん、あげたいですね、座布団ね。はい、ありがとうございます。はい、います。はい、じゃあ続きまして、花道さん。あ、ありがとうございます。さんまとかけまして、はい、東京スカイツリーと解きます。お、その心は？どちらも高い。高い。高い。わかりやすい。いや、いいね。高いよ、本当に。高いですね。うん、続いて、伊予さん。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、さんまとかけまして、キャスティングの失敗に気づいたと時と解きます。お、キャスティングの失敗に失敗に気づいた時と解く。はい、うん、その心は？まず、大根を下ろします。大根役者、大根役者を下ろす、下ろす、大根下ろす、これうまいです。この子うまいね。素晴らしい。ちょっとこれは座布団2枚ぐらい欲しいね、あげたいところですね。そうですね、うん。なるほど。はい、じゃあ続いて大西社長さん。お、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、さんまとかけまして好きなたこ焼きと解きます。はい、その心は？どちらも明石焼き。明石焼き、あれってたこ焼きなんですか？明石焼きって厳密に言うとね、違うらしいよ。あ、タコはそう、タコは中に入ってるんだけど、たこ焼きっていうのは、うん、なんていうか小麦粉とかが主流だけど、明石焼きはもう卵焼き、卵なんだよね、あれね。ふわふわですよね。ふわふわですもんね。卵の中にタコが入っている。
なるほど。うん、水のような感じ。で、タコイが入ってないんだって。へぇ、うん、そこが明石焼き。だから結構怒られるんだよね。明石焼き食べてタコ焼きがどうのって言ったら、あんたそれ違いますわ、って。ああ、明石焼きですわ、とか言ってね、怒られる。うん。うん、でも美味しい。どっちも、どっちも大好き。うん、あの辺は大阪の人と広島の人にはもう危険な話題ですよね。たこ焼きとお好み焼き論争、ね、お好み焼きについて。お好み焼きはもう、うん、お好み焼きはあれは広島のが本来お好み焼きだからね。あ、でも大阪の人はこう広島風お好み焼きっていうし、そうなのよ。でも全国広島の人は大阪の大阪風お好み焼きっていう。全国的にはね、お好み焼きっていうその大阪風のやつがお好み焼きとしてちょっと広がっちゃってるから、うん、ちょっと悔しいんだよね。だからわざわざ広島風って言わないと、うん。僕はずっとお好み焼きはあの広島風しか食べてなくて、あ、なるほど、ね、大阪の万博行った時にね、はいはい、大阪のおばちゃんがね、あっちゃん、ね、お好み焼き作ってあげるわって、うわー嬉しいとか言って、こっちは広島風が出てくると思うじゃない、うん、はいはいはい、だからもうその大阪風なんかまたその当時だからふわふわしてないのよ。はいはいはい、これ食べてもうなんか詐欺だと思って、これ違うじゃんみたいな。これならたこ焼きの方がいいわみたいなね。いや、そう、だから想像してたイメージしたものと違うものが出てきて最初ショックだったけど、うん、今はもう、まあ、少数ものは どっちも好き、うん、たこ焼きも好きだし、 大阪風のたこ、あのお好み焼きも好きだし、広島も好きだし、もんじゃ焼きも好きだし、なるほど、もう全部好き。大人になりましたな。大人です。はい、続いてよっさんさん、 ありがとうございます。はい、さんまとかけまして、締め切り間際の作家と解きます。お、締め切り間際の作家と解く、その心は？もっぱら缶詰です。お、缶詰、うん、わかるな。あのね、うん、缶詰もね、昔ほらさんまの缶詰って手に入りやすかったけど、今さんまの缶詰ちょっと減ってきてんだよね。そうですね、うん、いっとき、イワシがもうなんかだいぶ減ってたんだけど、最近ちょっとイワシがね、盛り返してきてる。うん、昔のなんかあのペリペリってなんかネジみたいにこうひねる缶あったじゃないですか。うんうんうん、あのサバ缶、うん、あの缶詰って最近ないですよね。あれ見ないね、うん、あれすごい好きだと思う、うん、はい、続いて、お、なんとすごい人から来ましたよ。おろ、誰？桂三尺さんからいただきますと。プロの方や。すごい。いや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 、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい、三尺さん。さんまとかけまして、はい。悪が仕切る地元一帯と解きます。お、その心は？不良で根が張ってます。おぉ、うんうん。不良、ヤンキーが。ね、不良で。根を張ってるの。不良で。なるほど。ね、根が張ってるところがちょっと分かりづらかったね。いやいやいや、ありがとうございます。まあ、たくさんありがとうございます。すごいすごい。本当にはい、続いて、しまもんさん、ね。はい、ありがとうございます。さんまとかけて、うらやましい私と解きます。お、その心は？油が乗ってるのにスレンダーですね。うん、ああ、やっぱり油はね。ええ、うん、うん、どっちも乗ってないと、うん、そう、そうそう、そうだよ、あんまりギスギスじゃダメなんだよと、うん、やっぱり程よいね、滑らかさがやっぱり、ね、そうです。何を言ってるんでしょう。はい、じゃあここからは1問。あのね、今日欠席の小坪からいただいております、うん、おいおいおい、はい、さんまとかけて、はい、卒業と解きます。お、さんまとかけて卒業と解く、その心は？すだちが欠かせません。まあ、お上手。おいしいんだよ ね、 ますね。そう、あれがおいしいんだよね。そうね、卒業ですだつからね、うん、なるほど。さあ、この小壺に続いて、じゃあ私いきましょうか。はい、さんまとかけまして、鉢植えの花と解きます。おお、その心は？水揚げします。おー、きれい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 、
ちょっとね、たまにはこういう綺麗なやつもね。あ、すごい。ね、まあ、すごいドヤ顔で答えられた。ほら、聞きなさいぐらい。出しにくいな。この綺麗綺麗と来て次。はい。あ、じゃあ、徳さん。はい。3万とかけまして、予約席満員の飛行機と解きます。おお、その心は？やっぱり、秋が待ち遠しいでしょう。おあ、秋席と、ね、秋席ね。空席ね。うん、あ、ね、ちょっとお、なかなか難しいのよな。じゃあ、コロナ禍の流れでのタルトさん。行きましょうか。はい。わかりやすいですよ。ね、サンマとかけまして、女性のパンティーと解く。その心は着物もいいです。着物もいいです。なるほど。いや、あのね、いや、でも今日のは、ある意味綺麗だよ。そう、あのね、お下劣だけど、うん、うまいんですよ。うん、うまいうまい。すごいタルトさん素晴らしい。もう最初はどうしようか思ったけど、うん、素晴らしかったです。素晴らしいじゃない、ついてきます。次回はもう10月ですね。10月ですね。でこの芸の一も夜の戯れが始まって、これ10月から始まってるんですよね。ああそうか、そう、去年おととしだったっけ、おととしだ、2周年、ね、うん、まるまる2周年になるんです。おお。なので2周年、そう、次回はね2周年特番という形でね。おお、ね。何やるか決めてますけど、一応特番という勝手に決めてやりますので、皆さんご期待ください。では来週お楽しみに。どうもー。おやすみなさい。